七海に会うと思うから帰るように言ってね。あ、ねえ、あなたテレビ局の人？ああ、君はさっきの。そうか、テレビ、そうだ。ねえ、あのね、お願い、私の話聞いて。え？私の話を聞いて、お願い、お願いだから聞いて。嘘じゃないの。一体何がどうしたんだい？あのね、あの、自分でもおかしなこと言っちゃうけど、私全然おかしくないし、あの、おかしいって？だから、私絶対おかしくないし、本当なの、信じて。大人は誰も信じてくれないけど、でも、あなただって信じてくれるかどうかだけど、でも、この際晒し物でも何でもいいわ。テレビで使って、お願い。分かったから。放送できるかどうかともかく、その話とやらを聞かせてくれないか。私の話聞いてくれるの？本当？私の話本当よ。聞いて、信じて。だからまずは順を追って話してみてくれないかな。そう、落ち着いて。どう？落ち着いた？何があったか知らないけど、ちゃんと君の話は聞くから。あのね、私と楓は、宇宙人に誘拐されたの。え？知ってる？アブダクション。UFO にさらわれて、そして。いや、あの、待って。いきなりその、宇宙人って？アブダク、何？アブダクションよ！そんなことも知らないの？宇宙人に誘拐される現象のこと、何例も報告があるでしょ？マスコミならそれくらい知らない？僕がいるのは報道で、バラエティじゃないから。首相の奥さんだって UFO にさらわれたことあるって言ってるでしょ。いや、まあ、その、あの、やっぱり信じてくれないんだ。あ、いや、信じないってわけじゃないんだけど、でも、本当なの？嘘じゃないの？聞いて。あのね、私、そう、先月、宇宙人に誘拐されたの。
うん。誘拐されていた間のことはほとんど覚えてないけど、気づいたら元の場所で倒れてたの。これもアブダクションの特徴の一つ。記憶とかの操作によるものだわ、きっと。読んで調べたの、いろいろ。そう。嘘じゃないの、本当。いや、疑っているわけじゃないよ。ほら、信じてないでしょ。ええ、無理もないわ、分かってる。でも、本当なの。大人は誰も信じてくれないわ。あそこの職員だって、教師だって、警察だって。でも、あなたはテレビ局の人でしょ。UFO の特番とか作ってるし、少しは聞いてくれるでしょ、話半分でも。うん、確かにその話をすぐには鵜呑みにできないけど。でしょうね。だから証拠ならあるの。やっぱり疑ってるでしょ。いいわ。ほら、これが証拠なの。これならテレビに流せるでしょ。あの時ね、録画してたのよ、映像を。ほら、これを見てちょうだい。私嘘ついてないでしょ。嘘つきじゃないでしょ。きちんと検証させてもらってもいいかな。何をするの？こういう映像は何度も何度も確認するんだ。へえ。
ほら、ほらね、おかしいでしょこれ。誰も信じてくれなかったけど。ああ、トリックじゃないな。信じてくれるんだ。普通だったらこんなのはトリックだと頭から決めつけて信じやしないだろうね。テレビ屋以外なら。これはどこで？いつ頃？この時、この後に君は？いつって正確には分かんないよ。だって記憶とか、そう、時計もカレンダーもおかしくなってたし。日時は？正確じゃなくてもいい。それから戻ってきたのはいつ？だから、私だってよくわかんないよ。急に眩しく光って、そして知らない場所へ横たわらせられて。どんなところで？よく思い出せない。真っ白で、あれって UFO の中かな。気づけば元に戻ってた。何が起きたのか、何がどうなったのか、知りたいのはこっちの方なの。それで、そう、時計を見ると時間はかなり経ってて、そしてね、私が戻ってきたら家がなくなって、家族がいなくなって。え？いや、いるんだけどいないの。家だってあるの。だけどそれはもう、とにかく私には帰る家があるの。帰る家があるんだから。家族もいる。優しいお父さんやお母さんもいる。それって、じゃあ君は孤児じゃないってこと？そうよ。だからあんな薄汚い施設に、あんなところに私の居場所なんてないの。でも帰る家は、本当なのよ。信じて。私だから本当は、じゃあ確認してみるよ。本当？ああ、嘘じゃない。二言はない。